機から共和国のこのロボットが見ているのか。目的もなく。どう？エイスさん、スカベンジャーの脅威は排除された。損害評価は当ユニットの予定任務完了後に開始。なぜスカベンジャーは攻撃してきたんだ？スカベンジャーは船を17回攻撃、船のシステムの 13% を破壊、貯蔵庫の 5% を摂取。論理エラー。船の保護は必要な場合に限り、船長はスカベンジャーの抹殺を認める。17回も攻撃されたのになぜ反撃しない？大規模メンテナンスが必要な場合、当ユニットは船長のコアプロセスを提案する。誘導システムオフライン、多重エラー検出。第一エラー、誘導チップ盗難。当ユニットはその返却を求める。誰が誘導チップを盗んだ？誘導チップは盗まれたアイテムの一覧に記載されている。スカベンジャーの前方偵察局でチップを取り戻せ。船長はその返却に対し報奨金を出すことに同意する。絶対に必要な場合を除いて実戦兵器の使用は禁止だ。船尾のボートのロック解除お使いください。あのクソったれどもは、あたしたちの命令で船を攻撃したんじゃない。とにかく、やつらはあんたを殺そうとはしてない。クソロボットたちを殺したかっただけ。じゃあ、やつらはスカベンジャーだが、あんたと一緒ではないのか？一応一緒にいたけど、本当に協力し合ってたわけじゃない。誰かが指揮を取ってはいない。でも取り決めはある。全員が一緒に仕事をして分け前は平等にする。あんたが楽々と船に乗り込んだ時、あのクソタレどもはカッとなった。やつらは取り決めを破った。そして罰が当たった。それにしてもどうやって乗り込んだ？あんたは確実に蜂の巣にされると思ってた。彼は俺が陸軍の退役軍人だと知ってた。だから船に乗せたんだ。軍隊の話？それは旧世界のわけのわからないことじゃないの？まあ何でもいい。じゃあ内部を見たんだね。引き上げた品々、本当の宝の山。姿を現して売りに出されることを待ってる。中にあるガラクタは本当にそんなに価値があるのか？ああそうだよ。それがあれば数ヶ月はダイヤモンドシティをある程度守れるだろう。私たちもう二度と地べたで物乞いをする必要がなくなる。じゃあブリキ艦と喋ったんだね。なんて言ってた？
彼が何て言ったと思う？見当もつかない。あのオンボロ戦と一度だけやり取りした時はロボットたちが私たちを殺そうとしてた間に奴がキールホーリンと叫んでた。で、奴は何て言ったの？アイアンサイズはあんたが誘導チップを盗んだと言ってた。返してほしいそうだ。奴の誘導チップか。わかった。やつがそれを何に使うか知ってるかい？ロケットだ。彼の船の脇にあるクソでかいロケットだよ。イカれてる。ロケット？なぜ彼はロケットなんか作ってるんだ？誰にもわからない。爆弾かもしれない。やつ自身を宇宙に打ち上げるのかもしれない。理由なんか知るか。ものすごい価値がある。大事なのはそこだ。あのロボットをぶっ潰して私たちと仕事しないかい？近くにもっとたくさんの仲間がいる。私たちの勝利は時間の問題だよ。こいつと取り分を分け合うのは嫌だ。デイビス、私たちに逆らう気？あそこで何か魔法でも使えるわけ？この人はカオパスで乗船できるんだから黙ってな。あのブリキ艦野郎を徹底的に叩き潰す手伝いをしてほしい。それでいくらもらえるんだ？ブリキ艦野郎が何をくれると思う？多分ダブロン金貨だろうね。私たちにくっついてな。キャップがたんまり手に入るよ。で、どっちにつくんだい？よし、わかった。どんな計画だ？そしてまた一つ歴史の一部が消えるのですね。正しい判断だ。この山に何ヶ月も取り組んできた。このひよっことキャップを分け合うなんてまっぴらごめんだ。選択の余地はないんだ。私たちは彼が必要なんだよ、デイビス。私たちはあのロケットの妨害をする。あれが吹っ飛べばあの憎ったらしい大砲は使い物にならない。だからもしブリキ艦野郎のロケットパーツを見つけたら私によこしな。そうしたらデイビスが特別な改良をする。船の電力システムを修理した。何か不都合があるか？電力システム？影響がなくもない。これまでで一番やつを困らせたのは誘導チップを奪い取ったことだ。私たちがそれをいじくり回せば船が出発してもどこに行くのか誰にもわからなくなるよ。私たちはロケット自体を破壊する必要がある。構造はものすごく複雑だが壊れやすい。やつはいくつかパーツをなくしてるはずだ。誘導チップは書類棚の中にしまってある。あんたもう私たちの計画からは抜けられないよ。みたいなやつと話す。マンディ、ブリキ艦野郎のパーツは見つかったかい？アイアンサイズ船長、スカベンジャーが不法と破壊行為をし続けるから、やりたくはないが願いを叶えてやろう。警戒態勢を解除する。頑張ったら侵入者を排除。
ロの上に乗っています。あれは USS コンスティチューション。回収を確認。報奨金分配中。診断後、一つのエラーが残存。誘導レーダー送信機は機能していない。交換が必要。もっと詳しく教えてくれ。地図に指定された座標でポセイドンレーダー送信機を回収せよ。追加の報奨金は任務完了後に分配されます。いや、小菓子。現在の速度を維持すると目的地への所要時間は無限です。